アトムチェーン本部アトム電機とは大阪府羽び野市に本部を置く地域電気店のフランチャイズチェーンである。メーカー系列店や家電量販店とは一線を画した運営システムで業績を伸ばしている。2008年には町の電気や復活の仕掛け人と題してテレビ東京の日経スペシャルガイアの夜明けで紹介された。アトムの日本語訳は 原子イコールすべての物質の根源を指し、アトムという社名そのものに、商売の原理、原則を貫き、自然界の設理に従った、無理のない経営を行うという、創業者である、伊坂康弘の強い信念が込められている。また、高齢で出歩けないお年寄りなど、町の電気屋さんが持つ、小回りの利いた、親切、丁寧なサービスを必要とする人は必ずいる、との思いから、 価格設定、品揃えで家電量販店に対抗しつつ、設置工事や修理、取扱説明などのアフターケアも積極的にこなす電気店を追求している。このため、アトムチェーンは組合的な要素が極めて強い。大手家電量販店がテレビ、パソコン、応援機器などの娯楽家電を中心とした大量仕入れ、大量陳列、 大量販売による、薄利多売戦略を取るのに対し、アトム電気は、家電量販店に引けを取らない、価格設定を打ち出しつつ、街の電気屋さんだからできる、設置工事や修理、取扱説明など、小回りアフターフォローを、最大限に活かし、いわゆる、地域のかかりつけ電気店という立場に特化している。このため、パソコンやカメラなど、いわゆる、売り切り商品よりも、 取り付け工事が必要なエアコンやアンテナ、近年は太陽光発電やエコキュートなど、充設機器の取り扱いも増やしている。同じフランチャイズ方式を取るエディオンショップ系列店や、ボランタリー方式を取るコスモスベリーズとは、加盟の条件面、待遇面で違いがある。これらは量販店との共存を図っているため、商品確保がしやすい反面、場面によって、 窓口が分断されやすい側面がある。これに対し、アトム電機では、顧客の商品購入から、設置、アフターフォローは一貫して一つの地域店で関わり、価格、顧客サービス面において、量販店と真っ向から勝負する戦略を打ち出している。また、メーカー系列に属さない独立 FC のため全メーカー取り扱いが可能な点や、 量販店に対抗した地域密着の反則支援を積極的に行う店において特徴が見られる。さらに2011年4月1日以降は旧山陽電機系列店スマイルナンバーワンショップから当チェーンへ衣替えする店舗も登場している。アトム電機では本部が加盟各店に対し仕入れ、反則、情報の3つのノウハウからなる。 フランチャイズパッケージを提供する対価として、毎月フランチャイズ料を徴収するという形をとり、この提供料以外には加盟店に一切の負担を求めないという点において特徴的である。仕入れに関しては、本部が一括して商品仕入れをするため、その分仕入れ値が抑えられることが期待できる。それ以外に、単品仕入れ、原則返品自由という制度を取り入れているため、 加盟店にとっては少ない在庫、資本で店舗運営ができるという利点がある。反則面の特徴は地域店らしさを全面に出しつつも量販店と遜色ない売価設定を行っている点にある。一般に言われる地域店は値段が高いという固定観念を本部で徹底した市場調査を行い、その世間相場を統一カタログチラシに反映させることで解消を図り、 地域店本来の小回りの良さを発揮しやすいようにしている。このチラシカタログを本部で一括して作成するため、反則物のコストダウンが可能となる。他にもチェーン統一の販売キャンペーンやクレジット、長期保証なども完備している。情報について、アトムチェーン本部では SV による経営指導は一切行わず、毎月初に全国8会場で行う加盟展開議で、 情報提供を行っている。これはフランチャイズにありがちな規則で縛らないことで、加盟各店の自主独立を守り、自発的な経営努力を引き出すことと、毎月顔を合わせることにより、加盟店同士の横のつながりを生むことを意図している。毎年7月を軸に、毎週土日はエアコン祭り開催中。として、NRNK 全国ネットのラジオ番組に、 独特の関西弁をまくし立てた CM を展開している。ありがとうございます。